こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ中央印商品の不具合によるトラブル発生、初心者必見、印商品の大量ミスで悪い評価つけられましたというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ではですね、印商品の大量ミスで悪い評価ねつけられてました、そのね、いきさつですね、説明させていただきます。はい、こちらですね、まずですね、この商品なんですけど、こちらはですね、中国からですね、まあ、輸入した、商品だったんですね。はい。この商品はスマホで使う商品だったんですけど、まあ、輸入しますよね。で、代行会社をね、通して、まあ、輸入したんですけど、まあ、アマゾンにね、その後ね、出したんですけど、まあ、足りない部分っていうのはあったんですよ。それはですね、ネジがね、足りないって、まあ、言われました。はい。この商品ですね、以前ですね、出品したんですけど、特にね、まあ、不具合で、となかったんですけど、一個ですね、弱点っていうかね、間違えたのがありまして、まあ、同じような、同じ問屋から入れたのかな、入れたんですけど、商品のね、選択をちょっと間違えてしまったのと、まあ、ネジがね、この商品自体がネジある商品でない商品、ある商品でない商品です、あるんですけど、まあ、ネジがね、ある方がいいっていうことだったんでしょうね。はい。以前はね、ネジがなくても、別に問題なかったんですけど、今回ですね、購入された方でね、では、ネジがね、ある方がいいみたいで、それでですね、まあ、悪い評価ですね。まあ、悪い評価つけられてしまったんですけど、この商品自体はね、問題はないんですよ。で、アマゾンにですね、まあ、言ったんですけど、まあ、つけられてしまったことはしょうがないってことで、まあ、消してくれなかったです。はい。で、これですね、2個ですね、連続でいただきましたですね、ついに。で、まあ、しょうがないので全部ね、外しました。はい。で、アマゾンね、アマゾンで出品するときに、まあ、中国からね、商品を仕入れるときなんですけど、こういったね、ネジがなくても、まあ、出品の写真とかにね、まあ、これはネジが、まあ、なかったんですけどね、なくても、まあ、お客さんはね、まあ、日本人なので、ネジが欲しいっていうふうになってくると、悪い評価つけられます。これは商品自体問題はないんですけどね。で、儲けもですね、正直あまりないですね、これはもう。で、前回ね、大量に売ったのね、入れたんですけど、もう今回は全部外しました。はい。なのでね、商品のね、不具合ミスもありますし、まあ、勘違いっていうかね、まあ、いろいろあると思うんですけど、ぜひね、仕入れるときにね、まあ、必ず、まあ、代行会社ね、まあ、どこでもいいんですけど、代行会社の方に、まあ、いろいろ相談して、こういった商品大丈夫ですかってね、再度確認して、Amazon に連絡してね、テクニカルサポートにちゃんと確認して、まあ、言っていただかないと、こういった私みたいにね、まあ、悪い評価をですね、もう、立て続けに作られてしまいます。こういったふうに。なぜひね、気をつけていただければ、ね、いいかと思います。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、LINE 登録によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。